はい、ガッチャンです。XM3 今日は10日目です。東京から帰ってきました。今日これから何をするかちょっとご覧ください。昨日ね、東京で、ジャンプなんとかってお姉さんにお会いしたんですよ。はい。彼女はね、なんかね、よくわかんないんだけど、スタイルの良し悪しを、競う大会があるんですって。それの、日本で優勝した、するような感じの人らしく、この人が毎朝の朝に3分間こうやってジャンプするエクササイズの、動画をライブ発信してるんですって。で、私は彼女とね、東京で会ったことあるらしいんですけども、あんまりちょっと、記憶がなくて、どんな方だったか知らないんですが、今日から、3分、ジャンプすることにします。で、その間に、XM3 の、レポートをしますけど、ですね、やっぱりね、水分をたっぷり取らないとダメみたい。東京にいられたね、しかというと水分少なめだったんですけども、水分飲まないと、なんていうんだろう、発散していかないっていうかな。そう。で、今日は朝から、もう、これ、2本だから、3リッターぐらい飲んでますけど、そうするとね、なんか全身が温まって、なんか、なんかいろんなのが抜けてるような感じ。まだ1分16分もあるよ。このジャンプは、そう、足がね、多少離れるぐらいでいいみたいですよ。なんかもう、疲れてきたな。はい、あと1分。まあ、そんで、まあ、ライブ発信するほどじゃないかもしれないけど、誰か見てくれて楽しいならいいかなと思って、明日から、ジャンプしながら、レポートしたいと思います。で、まあ、そう、ペッパーミックスと、なんだっけ、これ、そう、これで、XMT 飲みながら、やってますので、まあ、皆さんも、ちょっと、ジャンプしながらやってみてください。だってね、昨日の体重測ったら、115キロだったからね。115キロから85キロまで、あと、どれくらいだ。10日だから、170にして、落とすじゃ、そこりゃちょっとね、地味な努力も必要かな、なんて思ってきました。まあ、そんなわけで、1分経ったんですけども、3分経ったんですが、皆さん、まあ、明日もジャンプしたいと思いますので、よろしくお願いします。ガッチャンでした。